花澤ガイア、アーティフィサーマミです。今回はいつもと違った感じの動画になるんですけども、スタバのあの噂や疑惑について検証していきたいと思います。ではどうぞ。今スターバックスに来ています。早速注文してみたいと思います。チャイティーラテで3サイズ注文しました。カードをどうぞ。スマートリング決済をして検証するために家に持って帰ります。実はどんな噂というか疑惑があったかと言いますと、今ご覧いただいているようにそれぞれ違うサイズのカップなのに容量自体は同じだというのです。この後検証していきますが、私やシンゲンさんが見たその動画ではカップのサイズは違うのに中身を満タンにした状態で大きいサイズのカップへ移し替えていくと全部満タンになっていたんです。要するにその動画では見た目のカップのサイズは違うのにカップの中に入る飲み物の量は同じだったのです。その真偽をですね、これから自分の目で確認していきたいと思います。サイズは左から S がショート、 T がトール、 G がグランデとなっています。まずはその疑惑動画の内容とは関係ないんですけども、ひとまずは最初に入っている量を早回しで確認していきたいと思います。それではいよいよ本題の疑惑の検証に入っていきたいと思います。あの疑惑の動画にトリックなどがなければ、どのサイズに移し替えても飲み物がカップ満タンになるということなのですが、まずは一番小さいショートサイズのカップに飲み物を満タン入れてきたので、次に真ん中のトールサイズのカップに移し替えていきます。疑惑の動画によると、大きいサイズのカップに移し替えても満タンになるということですが、果たしてどうでしょうか。はい、満タンにはなりませんでしたね。もうね、見るからにカップの容量が違いましたよね。一番大きいサイズに移し替えて検証するまでももうないんですけども、続けていきますね。はい、ご覧の結果となりました。最後にですね、一番小さいショートサイズのカップに移したいと思います。
ということでですね、実際に検証した結果、私が検証したカップと噂の疑惑動画のカップは別物ということが分かったと思いますけども、今回は日常のちょっとした疑問をどうしても自分で確かめたくて動画を作ってみました。この後はスイスのスターバックスとその周りの街の様子をしばらくお楽しみいただきながらお別れしたいと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございます。もしこの動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。